やどもダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めて実況プレイ始めていきたいと思います。では前回ニズゼルファを討伐して真のエンディングを見ることができました。ここからはヨッチ村の攻略をパート3から4くらい使って、攻略していきたいと思います。多分3から4くらいかかるんじゃないかな。ではドラクエ1から攻略していきましょう。ラダトームで、ちょっとこのクエストを受けてて、ニズゼルファの真のエンディングを見ないともらえないアイテムがあったんで、ちょっとそれを先にやったって感じですね。はい、渡します。これを使えばお父様の声も取り戻せるかもしれません。早速飲んでいただきましょう。裏にワニは庭には、何言ってんの、は声が出るぞ。治ったお父様、声が出るようになったのですね。おう、ローラよ、心配かけたな。聞いての通りだ。前にも増していい声が出るようになったよ。旅の者よ、そなたの薬のおかげでわしは、自分の声を取り戻すことができた。なんとお礼を言えばいいのか。そうだ、声が出るようになったんだから、そなたのために一つ復活の呪文を続けて死んぜよう。復活の呪文を以前よりキレが増して復活したようじゃ。ありがとう。なんかこれ、使えるらしいね。はい、ありがとうね。王者のマント、これ、強いの？強いのかな、わかんねえけど。しゃっけ、ちょっとじゃあ誰が使えるか見てみようか。装備、体、泣くね、待って装備、ほう、装備できるとかないの、誰が装備できるとかないの、え、装備可能者ローってこと、わかんねこれ。ちょっと待って、ローね、むっちゃ下がるやないかい。バッテリーが少なくなってますって言われちゃった、やばいぜ。マジ？バッテリー少なくなってるんですか？今撮り始めたのに。まあいいか。コントローラー変えりゃええだけの話だでね。よし！ドラクエ1はこれで完璧ですと。じゃあ2に行きましょうか。はい。ぬっ！なぜ真ん中は空いていないのじゃ。サロンダルキアの洞窟。お！はい。あなたは腕が立ちそうだ。私はローレシアの兵士。あなたのような旅の方を探していた。実は突然現れた魔物がこの洞窟の中にあった貴重な宝を奪ってしまい困っております。ロトの夜、稲妻の剣、魔物はその3つ、あ、命の紋章も忘れてたわ3つの宝はローレシアの王子たちの僕の助けが大切なもの、何としても魔物が取り返してはない。はい、いいよ。はい、ありがとうございます。さまようロトの鎧さえ倒せれば、さまようロトの鎧、そんないるんだ、そんないるんだとか言っちゃったけど、到着の花、よし、じゃあサクッと探そうか。へえ、穴開いてんの、え、なんか宝箱がですよね、エンカウントするよな。逃げたい、だあ、はぁ、えぐくない、やばトヘロス使わんといかん、トヘロス、トヘロス、はい、そう、うん、なんか上に行った方が良さそうだね。ほい、お、いた、君か、はい、出たよ、出たよ、ロンダルキアの洞窟って確かこんな感じだったよな。わからんってさまよってるって、どこだよ。トヘロス切れるの早いんだって。結局今行ってないのどこだ、お、なんか奥行けたぞ。
はい。ダメか。でもこっちの合ってんだよな。じゃあすぐ下行ってみるとか。ダメだ。ってことは上行くってことはこうだよな。違うな。そうだよな。あ、来た。はい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 。そっちね。宝箱気になるな、それちょっと。あー、なんで。宝箱気になりますよ。よっ。赤土の玉。なんかあるのかね、ここらへん。いや、普通に、おう。迷っちゃいそう。とりあえず先に、君をゲットするんだ。1383ゴールド。よろし。はい。どこじゃけ。ねえ、三つを、せいにあって気づいたらくんくん。なに。なんかね、イベント、あ、こっちっぽいな。なんか俺覚えてるぞ。違うか？ロンダルキアの洞窟はね、マジで覚えてるわ。なに？2やったときね、確かやった記憶があるんですよね、これ。はえーて。はい。違ったわ、こっちだわ。だとしたら。めっちゃだるいやん、これ。おっ、あ、これさ。お、穴に落ちたんですか。いないじゃん。いや、この穴もね、覚えてるよ。これマジで本当にこうきつかったからね、ドラクエ2攻略したとき。あ、じゃあ普通、いやドラクエ2攻略したときね、ここでめっちゃ頑張ったもん。ってことはここ通れる。これ端っこ意外と通れる説ない。あー、マジで。でも端っこ通れるの分かったでしょ。じゃあ何の繰り返ししとんねん。ここに出てくる敵がめっちゃ強かったんだよな。お、なんで？うざいって。ロンダルキアの洞窟めっちゃムカつくわ。溶けるの早いしよ。よっよっよっ。んでここ行ける、ここ行ける。オッケー、完璧。これで行けるっしょ。ん？え？あ、そういうこと？戻ってきただけやないかい。なんやねん。ですよね。俺もそっちだと思ったよ。真ん中だと思った。でもそんなわけないんだろうなと思ったら違ったわ。俺の予想当たってた。うわ、だりー、このこダンジョン。切れるな。チチチチチ。でこうで真ん中。あうぜえうぜえ、うざすぎる。うざすぎるぞ。よっしゃ、もう落ちたくない。もう落ちたくない。こうで、どうせあるんだろ。よっとぜ。わからん。ほう、トイロス。はい、なんとなく行ってみようか。ほう、さっきと同じとこ。ちゅうことは、一回もうしらみつぶしても全部行ってみよう。じゃあさっき上行ったから右行く。左側行こうか。左側違う。右側。ってことは違うってことは、もう一歩先行こうか。
こうやって潰していかんだね。あー、じゃあ右側は違うんだ。じゃあ左、右、違う。左側は違うから右側行く。確か左側ダメだったから。あ、そういうこと？そういうことか。じゃあ上か下じゃん。じゃあ上じゃん。じゃあ上だ、上。何？だったら下ってこと？わからん。ちゅうことはこれ左ってこと？お。はい、うざい。めっちゃうざいわ。右か。右か、右。あってた。次は4択。うざすぎる。またやり直しなの？なんだこの洞窟。ロンダルキアの洞窟やば。上ではないことは、ちょっと待ってよ。じゃあ一回下行くわ。下行って、はい、うざい。下違うと。何この洞窟。この洞窟でパート1使っちゃうじゃん。じゃあこっち、ヒントも何もねえんよ。おう、うわ、なんかドラクエ7の最初の神殿みたいだね。上、あい、間違えた。ってことは上じゃないってことは、上左か。上左、右上左、右上、あれ違うわ。ごめんごめん、間違えた間違えた。ああ、くそ、ムカつく。ロンバルキアの洞窟で右は？え、もしかしてめっちゃうざい？え、なに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 、は？やばい、切れそう。そういうこと？うざすぎる。やば、ちょっと待って。めっちゃうざいわ。集中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 。オッケーオッケーオッケー。待てよ。どれが正解だったっけ？こうこう、そうだよな。でそこは危ないから、右上で左だな。左、右だ。はい、調子乗ってる、マジでうざすぎ。上だったってことね。オッケーオッケー。じゃあマジうざいって。右上で左上か。じゃあ、お、お前たわけなことしやがって。お前マジで俺は怒ってるぞこの野郎。おい、あ、待て、ちょっと強そうだな。でもはやぶさ切り、あ、違う違う違う、聖女はスクルトしよう。スクルト、神は分身して、はい、バイキルト。無可難してくるんかお前。え、めっちゃ強い、もしかして、もしかしてめっちゃ強い、もしかしてめっちゃ強いなお前。ちょっと待って、ベホマズ先入らんかったら終わりなんだけど。神死ぬよ。神死ぬよ。魔力覚醒、終わったわ、終わったわ。これ今分身したよな。オッケー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 。はやぶさ切り、
もう一回スクレット打ちましょうか。ピオリム先打った方がいいかもな。先行取られるから。分身。メラガイア。OK。150!あー、あんまりダメージ入んないんだ。ギガブレイクとか見づれえなこれ。ベホマラ分身してる。心眼一閃。イオグランデとかやばい。ピオリムしてるよな俺。そんな食らわないんだ。いや、ベホマラーじゃなかったな。オッケー、ナイス。お疲れ様。強かったな、だとしても。マルテナもレベル上がった。ローも上がったと。いえ、また後であげようか。鎧着込んだ魔物を倒すと、命の紋章、ロトの鎧、稲妻の剣は聖なる光に包まれた。やったぜ。このちょっと待って。あった。リレミト。リレミト、リレミト、リレミト。はい。はい、ありがとう。ローレシアの王子たちも大神官ハーゴに挑むことができましょう。ありがとう。だってね、祖先だもんね。そのローレシアの。たちはあれ違ったかな、わかんないけど。よし。でサルマトリアの城はどうやってさ、まあいいか。じゃあ一旦ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。